島薫から1977年は日本の医師。広島市への原子爆弾投下の爆心地にある島病院初代委員長。広島外科会の父、秋群中野村出身。1916年旧制広島県立広島中学校卒業。同年度卒に長山忠則、深山静浦がいる。旧制大阪医科大学へ進学。 1924年卒業、岩永仁志湯に指示した。その後、ドイツ・アメリカで留学、研修を続けた。1933年8月31日、広島市西区長29の2に、島病院を開院した。当時の会員挨拶場には、広島郵便局東側において、外科病院を経営、外科一般特に内臓外科の診療に、従事とある。 病院を建てる際には、アメリカ留学時代に感銘を受けた、セントメアリーズ病院の運営方針を半年、患者が低料金で治療、入院が受けられるように工夫した。島病院は当時としては、最新設備を備える大きな病院で、島の持つ高い技術は市民に広く知られていた。当時市中心部では、外科の外来が少なかったこともあり、島病院には多くの患者が訪れ、 病室はいつもほぼ満室だった。島は医療費の払えない患者も拒まず、お礼にと野菜が届けられたこともあったという。当時島は広島の外科のリーダー的存在の一人であった。1934年草壁勝さん、松尾新吉と共に広島外科医会を立ち上げた。坂木原徹に賛同し、日本臨床外科学会創立運動の中核を担った。 1945年8月5日、島は知人に頼まれ看護婦一人と共に、広島県世良郡鉱山町へ出張手術に行っていた。翌8月6日、広島市への原子爆弾投下、島病院が爆心地となった。広島全滅の法を受けた島はその日の夜に鉱山から戻るが、病院は損壊、後に患者、 看護フラ約80人は全員死亡していたことがわかる。その後は、東海を免れた銀行などに泊まりながら、臨時救護所となっていた、袋町小学校で負傷者治療に努めた。この間、島病院の焼け跡に、病院関係者や患者たちの消息を尋ねる伝言を、しるし、島自身も探して回ったり、島を訪ねてきた遺族には、 誰のものかもわからない骨の代わりに一握りの土を持って帰るよう伝えたという。その3年後となる1948年に同地で島病院を再建した。再建後も被爆者医療に尽力した。プレスコードによって原爆症に関する情報は何も知らされないまま、広島の医師たちは手探りで挑んでいった。1950年代初頭原爆乙女が話題となり、 彼女たちが東京や大阪の病院で手術を受ける中、広島には手術ができる外科医はいないのかという声が大きくなった。この時代も広島外科会の中心人物の一人が島であった。こうした流れの中で医師が団結し1953年、広島原爆障害対策協議会が発足、後原爆医療法制定に至った。また後年には、 広島信用金庫二代目理事長、1971年から1973年などを務めている。1977年死去、去年79、息子が島病院を継いだ。2016年その息子の尽力により、国立広島原爆死没者追悼兵は記念館に遺影が登録された。被爆前の病院関係者の集合写真や島が書いた。 回想録も収蔵されている。ありがとうございます。